将軍育ニュータウン1950年の将軍育 MTR 工場駅将軍育は香港の深海東部最高区にある湾の名前でありその沿岸に建設された大規模ニュータウンの名前である将軍育ニュータウンは新興住宅地の将軍育と工業団地の将軍育工業団地で構成される本項目では将軍育ニュータウンについて解説する 深海の東部に位置する、将軍育工業園将軍育で最初に入居が開始された外区である。法林駅将軍育で2番目に入居が開始された外区である。高校将軍育で3番目に入居が開始された外区である。将軍育オフィス街主にマンション等の集合住宅で構成されている外区である。月経営庁経礼駅将軍育で5番目に入居が開始された。 最も新しい外区である。主な立地企業は、以下の通り、港鉄将軍育船と見、堤船を利用する。将軍育の道路甲子園マンション、東港城仏教師、連小学天主教聖安徳阿原小学、有才書院本港地線設計学院、明愛寺路駅専業学校将軍育委員。ありがとうございます。